ソニーインタラクティブエンターテイメントでテンペスト 3D オーディオなどの設計や開発に携わっています音楽が好きで子供の頃から作ることあるいは作る人に寄り添うことに関わりたいと思っていましたソニーインタラクティブエンターテイメントでデュアルセンスワイヤレスコントローラーなどの設計や開発に携わっています私も子供の頃からものづくりが好きで世界中の人たちが驚くような表現がしたいという思いが原動力です PS5 に搭載されている音と触覚について、3つの技術をご紹介します。1つ目が音、Tempest 3D オーディオ技術。2つ目が触覚、ハプティックフィードバック。3つ目も触覚、アダプティブトリガー。まずは音、Tempest 3D オーディオ技術から。PS5 では高品質な 3D オーディオを実現するために専用の DSP を開発しました。これにより100以上のサウンドオブジェクトを 真の360度からなる音場に精細に実現できるようになりましたまた市場で幅広く入手可能なヘッドホン向けのバイノーラル再生処理をユーザーに合わせて行うことによりすべての人に最適な 3D オーディオをお届けしますではここからはデモになりますステレオ対応のイヤホンまたはヘッドホンを使ってお聞きくださいまずは 3D オーディオのオンオフの切り替えで臨場感が変わる といいう点を体験いただきます。3D オーディオがオンになっていると鳥のような声が頭上から聞こえたり滝の音が立体感を持って聞こえてくると思います次のデモではプレイヤーを取り囲む敵を感じることができます。 見えない敵がどこにいるのかというのを的確に捉えることができると思います今聞いていただいた 3D オーディオの処理について簡単に説明します一つは v バッ p と呼ばれる 3D 空間で 音像を表現すする手法です3つのスピーカーの音圧を調整することによりこれらののスピーカーカをを結ぶ三角形の中に音像をさせますそれぞれのスピーカーの音圧を変化させることで音像を動かすことが表現できますが単純な演算ではその時位相差が発生して音がふわふわと揺れて聞こえてしまいます。これを軽減するために位相を計算してズレを調整することでスムーズな音源の移動を実現します。 またヘッドホンで聞くためにはバイノーラル再生と呼ばれる処理が必要になりますこれは人の耳にどのように伝わるかを HRTF と呼ばれる伝達関数を用いて処理することを意味しています使う人全員の伝達関数を測定すれば完璧にユーザーの耳に合ったものになりますが現実的ではないので多数の測定サンプルをもとに代表的なものをユーザーが選択するという形で できるだけユーザーの耳に合う処理が施されるようにしています次に大事な要素が空間表現の拡充です PS5 ではリアルタイムに音源を 3D 空間にレンダリングしていますがあえて標準では空間の情報を入れない設計になっていますそれは空間表現が没入感のためにはとても重要な要素でありゲームクリエイターが自由な表現をできるようにするためです PS5 に搭載した DSP により実際に存在する部屋の響きを再現できるコンボリューションリバーブや音源が壁に反射することで発生する響きのシミュレーションを使用することができ音源の距離感や存在感その場所にいる感じを表現できます今後の開発の方向性についてお話しします PS5 ではソニーグループ R&D センターとアルゴリズムの共同開発をしてきました また SIE のゲームタイトル開発を担う PlayStation Studio を通してゲームクリエイターからの声を集めながら開発を進めてきました今後もこれらの関係を継続しながらゲーム内でのより精密な音場の再生や制作環境の充実を目指していきますまた HRTF の個人最適化やユーザーの部屋の状態やスピーカー配置などの再生環境に応じた最適化も進めていきながら PS5 のさらなる進化により没入感の高いゲームが数多く出るようサポートしていきたいと思います次にデュアルセンスワイヤレスコントローラーの触覚技術をご紹介しますコントローラーの触覚技術ではコントローラーのスピーカーからのサウンドとともに新規に開発したハプティックフィードバックとアダプティブトリガーを組み合わせることで触覚表現力を高めていますまずは ハプティックフィードバックについてご説明します。コントローラーの中にはこのようなアクチュエーターが入っていて微細な動きを表現しています。ゲーム内の状況に応じて振動を変化させキャラクターが歩く地面の状態やさまざまな武器ごとに異なる反動など多彩な振動を発生させることができます。さらには引っ張られているような感覚を引き起こすなど 全身で振動を体感することができますデュアルショックフォーマでは変重心を用いた振動モーターを使用していましたがデュアルセンスワイヤレスコントローラーでは新規に開発したデュアルアクチュエーターを採用しましたゲームクリエイターが簡単に振動データを作成できるように専用ツールも提供しゲームシーンに応じた多彩な振動表現を実現できるようにしました 最後にアダプティブトリガーをご紹介しますアダプティブトリガーはゲーム内でトリガーの硬さを変えたり振動を加えたりすることで多彩な触感を発生させることができる業界初となる独創的な機能ですトリガー内部に小型精密ギアと高トルクのモーターを組み込みトリガーの動きに合わせて内部アームを動かすことで トリガーの強さを変化させますこちらもハプティックフィードバックと同様にゲームクリエイターが振動表現を作りやすいように専用ツールを提供しています今後もさらなる操作性の改善と触覚表現力を向上させより没入感の高い感動するゲーム体験を提供できるようにしていきます触覚技術は新規開発中の PS5 向け次世代 VR システムのコントローラーにも搭載予定ですので、ご期待ください。これからもすべての人に、THEBESTPLACETOPLAY、最高の遊び場を提供するため、開発を続けていきたいですね。そうう。うですね。開発を続けていきままししょうありがとうございました。